6月は梅雨の季節ということで、今回は雨にまつわる手塚漫画をご紹介。第5位、バイパスの夜。雨の中、タクシー客とドライバーとの間で繰り広げられる心理戦は意外な方向に。第4位、袋。男が好きになった女の実家に行くと、そんな名前の娘はいないと言われてしまう。不思議と雨のシーンが多い短編漫画。第3位、ブラックジャックよりてるてる坊主。死んだ夫の借金を返すためにブラックジャックに病室を提供する女性。だがその息子からは嫌われるブラックジャック。二人を繋いだのはてるてる坊主だった。第2位、雨のコンダクター。実在した指揮者バーンスタインの平和のためのコンサートをリアルに描いた短編。手塚先生の反戦への思いが顕著に現れた作品。そして第1位、雨降り小僧。モータのブーツをもらう代わりに何でも3つの願いを叶えるという雨降り小僧。だがモータは引っ越して雨降り小僧との約束を忘れてしまう。